久保さんあのー、成功するために堀江さんに成功する条件って何ですかっていうねしつこいととにかくしつこくないと成功できないよみたいな話があって僕はねそれをねちょっと今考えたんですけどしつこいじゃなくてキモいでいいんじゃないですか <laughs> キモいぐらいやるっていうね <laughs> 多分ねしつこいぐらいだったらダメなんですよキモいぐらいやるっていう気持ち悪いなこいつらみたいな億万長者合宿まだやってん こいつらっていう気持ち悪いぐらいやるっていうのがやっぱあの弱者の戦略なんじゃないかなと思いますね。キモい、キモいっていうね。キモい。これが成功の弱者からうー成り上がる、もしくは弱者から逆転する一つの成功法なんじゃないかなと。キモいと。こいつらキモいなと。言われるぐらいやるっていうね。言ってらっしゃる。